やっぱ最初はやっぱ映画なので、もっと映画としてなんかしっかりしているものというかね、なんかその映画なりに一本にまとまっているものみたいなものを作ろうと思って、ちょっと榎戸さん、脚本の榎戸さんとその、ちょっと思い切った、例えばこうなんていうのかな、その編集の仕方みたいなことをしてもいいんじゃないのかなみたいなことを言って、要するにまあ例えばもっと前後を入れ替えたりとか、例えばもっと思い切ってセリフをどんどん変えていくようなことですね。映像って音楽と同じで結構時間の流れに合わせてその展開していくっていうか、時間の流れに合わせて見てこそ、心地いいっていうメディアなので、そのストーリーの筋だけが辻褄が合っていても見ていて気持ちよくないっていうのがあるので、だからまあストーリー的な展開よりもその見ていて気持ちのいいテンポの映画にするにはどうすればいいかっていうと、なるべくオリジナルのテンポを生かすっていう、ことだろうなっていうのが、まあ劇場版の、劇場版を構成する時の基本的な考え方でしたね、うん、で結果としてその2話とか3話を、バッサリ切っちゃったんですけど、その、まあ、2話とか3話も残しつつダイジェストで構成していくという方法もあったと思うんですけど、まあ、今回はその見ていて気持ちのいいダイジェスト映画とは何かってことを考えた時に出した一つの結論が、今回の劇場版、合体劇場版の、形ですね。456を残すとにしてもその、やっぱり一本筋の通ったなんていうのかな、幹のようなのが必要で、それを今回は OVA よりももっと極端にやっぱりノノとラルクのお話にそのこう集中させたということですね。あれが土星？フラタニティのツートップと呼ばれるほどになりました。ツートップね。その短い尺の中でどうやってノノとラルクがその仲良くなったかっていうことをもう一点集中で描くにはあの方法しかなかったっていうか、うん、もうずっと仲良くしてましたっていう、喧嘩もしてたんですけど実際の本編の方では喧嘩のシーンを結構省いていて、喧嘩も仲良かったことの一つとしてそのダイジェスト風に描いているので、もう二人はずっと仲良かったですっていう風に、トップ2の世界観みたいなもの全体を描きたかったみたいなところもあるので、そのもちろん主人公はラルクやノノだったりするわけだし、もちろんその2人のお話ではあるんだけれど、 OVA にしてもね、なんだけれどそれだけじゃなくて、その1万2000年後のその世界というもの自体も描きたかったので、そうするとやっぱどうしてもその主人公たちの話ではないそのちょっと周辺の物語とか周辺のディテールとかをやっぱり描いていくことにも今回は気持ちの半分があったのでっていうのがありますね。映画ではそこをごっそり落としたわけですけど、まあその結果としてもちろんその物語としては見やすくなったっていうのはあると思うんですよね。ノノに関しては、すごく福井ゆかりさんをイメージしているというお話がありまして、まあ、イメージしているんであれば福井さんにやっていただくのが一番いいんじゃないでしょうかというところで、福井さんに直接、出演交渉させていただいて、そして福井さんが決まって、でそれからあと周りという形になりました。坂本さんに関しては、僕の方からも推薦はさせていただきました。まあ彼女的には割とそのラルク的な役っていうのをあまりやってはいなかったんですけれども、僕としてはその彼女が外国映画の吹き替え版で、やっていた作品、まあ、ある作品を見ていて、あ彼女にこういうその激しい一面であったりとかがあるんだなっていうのをすごくその自分の記憶の隅に残っていて、ラルクというキャラクターにすごく合うんじゃないかなというふうに思って、まあ推薦をさせていただきましたが、オーディションもやっていただいた上で、ラルクには決まったんですけども、そういうそのノノとの対比っていうことに関してはやっぱりすごく考えはしましたね、はい、可愛いと思いました。台本を見せていただいたらもうすごい見た目は大きいんですけど中身は子供というかで、そこのなんかギャップというので大人僕ならずにでも子供すぎでもなくというところで、はい、いろいろ考えました。
もう宇宙パイロットになりたいんですっていうのがすごくなんだか本当に私の本当の部分を全て見透かされてしまっているんじゃないかなっていうような配役でした。こう剥がす時がいつか来るんだって、どのバスターマシーンに乗るんだろうノノはっていう、キャトフ・バンデスも違う、伝説のバスターマシーンはどれだって思ってたんですけど、自分みたいなのがすごい言ってしまったね。はい、すごい 熱くてもう泣いてしまうような気持ちになるだけど面白いみたいな、笑ってしまうみたいな、私がみたいなところがあってすごいびっくりしました。はい、と最後のダイバスターだった時もすごいびっくり、でかいとこうやって書いてきたっていうので、はい、すごいびっくりしました。独特の声の出し方だったり、独特のその演技の仕方だったりみたいなことをやっぱりしていて、ああいうものを望むともう福井さん以外ないんですよね。多分他のやっぱりそのうまい声優さん、うまいっていうかやっぱりベテランの声優さんたちでは、経験のある声優さんたちでは、ああいうことはやっぱちょっとできないだろうなと思うんですよね。絶叫したりとかするのを多分まあお家では多分家族もいてなかなかできないので、どうやっぱりその家の近くの田んぼの真ん中でその稲妻キックであったりバスタービームであったりの絶叫の練習をしていたっていう話ですね。まあまあその福井さん自体が別にだからその全くの素でね、そのもちろんさらっとなんかあれができてしまったっていうことではないわけですよ。もちろん福井さん自体は努力されていて、当然そのノノのキャラクター作りをされてやっているわけで、そのあれがいとも簡単にあれができてしまっているわけではないわけで、そういう部分も含めてその良かったなと思うんですよね。1話をやるときにそのノノのいわゆるメイド服みたいの着てたりとか、そういう部分にばっかり目がいってしまって、で、まあ、そこの部分が、まあ、キャッチーだったとも思うんですけど、でそれを冷ややかに見て、なんだお前みたいな顔してるラルクっていうのと、なんか単にその可愛いロボットであるノノと、なんかちょっといわゆるツンデレと言われるラルクのなんかそういう話なのかなって思ったんですよ。火星で最初に会った時から宇宙怪獣はノノを探してた。あれは自分たちの主を連れ戻そうとしてたんだ。ノノはすごい、私なんかとは全然違う。最初からそうだったんだ。ノノの成長物語だと思ってたんですよ。でも実はラルクの成長のお話だったんだっていうのは6話の台本を読んで初めて感じました。やっぱりどうしても自分はお姉様の立場でノノが変わっていくのを見ている立場だっていうふうに思ってて、でも実は変わってきてたのはラルクの方だったんだなって、それはすごい監督の方ではもちろん最初から狙って描こうとしてた部分なんですけど、私自身は一回一回のアフレコの台本からラルクと同じように感じてきただけなので、6話で初めて気がついたっていう感じ。震えてる。世界が変わったわけじゃない、ノノが変わったわけじゃない、変わってしまったのは私の方なんだ。もっと若い人たちに向けてやっぱりトップネル見てほしいと思うと、その若い人たちの感覚に近いような主人公をやっぱり用意して、その主人公が努力と根性っていうものを受け入れざるを得なくなっていくというか、そのそれ自体がやっぱり真実であるとその悟っていくような話を作ろうと思ったんですよね。そうするとやっぱどうしてもバスターマシン7号であるノノ自体がその物語のどういったですかな、その視聴者目線である物語の中心にはやっぱりいないだろうなと思ったということですね。本当にゆかりちゃんがノノでよかったって、それにつきますね。ニコラの岩田さんもよく言ってるんですけど、本当にぴったりで、ノノのその
一生懸命さと、それから王道で言ったらここでこういう言い方するんじゃないかって思ったのを裏切って、本当に自分で独創性のあるお芝居をするんですよね。だからみんながびっくりするし、それをみんなが可愛いって思うんですよね。でそれをすごい才能だな、素敵だなって思うし、あとそのののの真剣さ、ゆかりちゃんの真剣さに引っ張られて、なんか私たち負けてられないぞっていう、すごいこうなんていうか刺激をもらえたんですよ。なんてストレートなまっすぐな芝居をする子なんだろうっていう印象があって、ちょっとあれ、いい意味であれって思って、で実際現場で一緒にやった時に、うん、びっくりしましたね。もう本当にまず心の中で謝った、ごめんなさい、あなたは僕は色眼鏡で見てました、その、うん、グラビアアイドルとかそういうことじゃなくて、一演者としての彼女のその真摯な態度と努力と、で素直にこう心から演じる彼女の姿勢に僕は本当に脱帽したというか、学ばせてもらえたっていうか、いや本当にののちゃんでしたね彼女は。あと努力のその努力が見えるんですよ。あ、この子はどれだけ絵を見てるんだろう、リハーサルビデオなんかどれだけ見てるんだろう、ものすごいたくさん見てるっていうのが分かるんですね、僕らからすると。あ、台本のめくりにしてもその台本を見ないで絵に合わせて喋って、もうほぼ覚えてきてたりとかっていう、その努力、あれはもう本当脱帽でしたね。素晴らしいな彼女はっていう。まあそういうに人間的な成長でいうと、福井ゆかりのあの成長物語だったりするんだと思うんですけれど、まあもう気心知れて、まあけね、長い、結構長い、2年ちょっとやってたのかなっていう長い期間でしたし、まあ昔から知っているメンバーたちでしたし、そういう意味では和気あいあいと常にやってたし、うん、まあそれはもうね、福井ゆかり成長物語というスタンスでしたね、逆にスタジオの中は。毎回ゆかり上手になったね、必殺技叫ぶにしても何にしても、あ、前回より綺麗に出てるよとか、前回何度も撮り直したのに今回2回で済んだねとかそんなスタジオでしたね。ののがそのマイクの前に立った時、ゆかりちゃんがこういう風に演じたから、じゃあこう返そうっていう、そのライブ感っていうかが本当にスタジオでいつも楽しかったですし、何ですかね、もうゆかりちゃんの喋り方がのの喋り方なんですよ。だからその嘘のなさっていうのが、うん、狙いじゃできない演技なんですよね。だからとっても羨ましかったし、それはラルクの心情と同じだと思います。その天然の才能っていうか、その彼女の魅力っていうのを自分では気づいてないかもしれないけど、すごいものを持ってて、それを見ながら自分にないものを見て羨ましいなって思う気持ちは本当にラルクと私は似てるかもしれない。でもやっぱりそんなののに惹かれて、やっぱりこの子と一緒になんかこう戦おうって思ったラルクの気持ちも一緒だし、本当に私もラルクと似てるとこはいっぱいありました。僕自身としてはそのやっぱりその、まあ、技術的に優れている声優さんをトップレスの側に置いて、まあ、じゃあ福井さんが技術的に優れてないかって言われるとまあなんだけど、そのまあ、多少どう言ったんですかね、声優慣れしていないであろう福井さんがののであって、経験があって、そのそれ自体にその多分迷わずにその演技できる方々を周囲に配置して、そのまあズレみたいなもの、ズレというと変ですね、それ自体をキャラクターにそのままこう乗せることができるかなみたいなことは考えてましたね。もちろんそのね、監督が以前なんか日高のり子さんにそういう熱血指導をしたみたいなことはもう伝説的に言われているエピソードなので、まあ僕もどうなのかな、しなきゃいけないのかなと思いながらもいたんですけど、まあ、やっぱりいざね、その時になってみると、そのニュアンスを伝えるというかね、みたいなところでやっぱどうしてもその録音監督にはちょっと、録音監督の中野さんにはちょっと申し訳ないんだけど、ちょっと直接みたいなことで本来やっちゃいけないんですよね。本来はそこはあくまで線引きがあって、あくまで音響監督を通じて
声優さんに対して演技指導するっていうのが本来のそのルールなんだけれど、あのすいませんっていうことでちょっとなんかそのやらせてもらったのがありますね。台本を見せていただいた時にもう一気にすごくあのこう苦しくなった。苦しいっていうのはやることが苦しいわけではなくて、その内容のすごい深刻さっていうのが、うん、すごい大切なというか、あの仲間がこういなくなってしまったりとかするようなシーンであったり、本当にもう3話までのあの楽しい空気はどこへやらみたいな状態で、そこからは一気にそうですね、なんだか楽しい気持ちを出すときになんだかちょっと涙が出るような気持ちでやらせていただきました。窓の外は雨なんです。お姉さまはノノが雨女のせいだって。あ、仕方ないからお母さまの焼いたパニーニのサンドはお家でいただきます。何度もおねだりして小さい頃のお姉さまのアルバムを見せていただいたり、猫をからかって引っかかれたり、そのうち雨が上がるとお姉さまが言うんです、さあひばりを見に行こうって。あの今も想像するだけでちょっとうるってきてしまいそうなんですけど、あのひばりっていうのはお姉さまがこうお家に友達を呼んだことがないんですけど、こう約束だったんですね、お姉さまとの。だったんですけど、ののは見に行けないっていうのは分かってたんですけど、でもその約束は果たしたいっていう、なんだかすごく複雑な気持ちで、行けないけどすごい行きたいっていう、なので特になんだか力が入ってしまったというか、私の気持ち的にはあの得意点をお姉さまに渡したいっていう気持ちは、あのこうなぜならばののはあのいつでもお姉さまと一緒にいるんですっていう、心は近くへみたいな気持ちでやらせていただいたんですけれども、果たせなかった約束っていうのは結構切ないなと思ってそうですね、一緒にいるかいられないかっていうポイントで考えると、やっぱり時間っていうのは残酷なもので、結局一緒にいられなかったっていうようなことになりなってしまうんですけど、そのでも思いは届くっていうところにやっぱりトップを狙いシリーズの救いはあるのかなと思うんですよね。それは1万2000年後にお帰りなさいって言ってもらえることでもあり、いつかはこの思いが届くっていうふうにその考えるノノであったり、でノノの思いはラルクを通してノリコに伝わるっていうようなことが、結構希望なのかなっていう。とても難しかったですね。でも普通に言ったらノノとラルクがあの大きな戦いを終えて一緒にまた仲良く暮らしていくっていうエンディングもだったら幸せかなって思うんですけど、でもそうじゃなかったからこそラルクはやっぱりさらに成長できたんじゃないかなとも思うし、なぜならばっていうののが再三言ってきたあのセリフを最後にラルクが大人になってナレーションで言うので、なんかその部分ですごくなんかなんて言うんですかね、解決 したなってすごい思ったんですよね。ののの言ってたことをラルクが自分で口にしてみるっていうことがすごく大きな意味があったんじゃないかな。で最後にその迎えに行くというか七夕の夜に
っていうシーンでやっぱりそのファーストというかワンを見てた方たちとのつながるシーンだと思うんですけど、ガンバスターを1万2000年後に迎える話であるっていうことは決まってたわけなんですけど、その単に記録として1万2000年前の英雄を迎えるっていうのはなんかこう個人的なことではないっていうか、その情報として英雄だからそのお迎えしますっていうなんかこうちょっとよそよそしいっていうかね立場で迎えることしかできないわけですけど、もっと個人的にのりこ本人に会いたいっていう思いを持ってくれてる人がお帰りなさいの 下っていう文字の近くにいてほしいなと思ったんですよね、うん、そうするにはどうすればいいかっていう、うん、まあやっぱり1と2をなんとか整合性を取らすためには、まずキャラクターデザインが違うね、それからあれが、時代が違う、それからとにかく脚本のポリシーもポリシー一緒といえば一緒だけどやっぱり違うんですよ。でスピード感も違う。そうなるともう全くトップを狙えという作品ではないような気がすると、新作でやればね。だから音楽も監督からは前作を踏まえた上で今のトップをかけと言われたんですよ。だからその踏まえたってどういうふうに踏まえればいいかなと。同じアレンジで同じように書いたら同じものになってしまいますよね。そうじゃなくてやっぱり昔のテーマとか昔のポリシーとかなんかそういうものを引き継ぎながら 今の自分が出せたらいいなと思ったんです。まあはっきり言うともう最後の曲のシンクロ、これをねちょっと見ていただくと分かるんですけど、鶴巻さんが本当に前作 のコンテと同じように切るんですよね。のりこがあーっとお金されて気が付いたところとかがラルクが上を見てるとか、そういうところきっちりこうできてるのね。そこまで考えてやっぱり鶴巻くんやったんだなと思ってね。音楽の方もやっぱりそういう意味ではシンクロはしてなきゃいけないんだけど、でも前作と同じじゃつまんないし、やっぱり自分のパロディーを書きたくないしっていうなんか ジレンマがいっぱいあったんですよね今回は、うん、まずやっぱりその努力と根性とはいえね、こう人の気持ちとか人の愛情とかそういうものによってこういろんなことが人が動くんだなというのがはっきり言うとこの1、2を通したテーマなんですよ。だから、やっぱりどうしても愛情なんでしょうね。だから作品を愛する愛情とか声優さんに対する愛情とかスタッフに対する愛情とかそういうのをですねちゃんとこう汲み取って自分の中で消化しないといいものができないというのがもう本当にこの頃もう年も取ってきてですね、昔の書き飛ばした頃とは違って一曲一曲に対するこう愛情が深まっていってるんですよ。だから今回はそういう意味ではトップ1というのが私にすごく転機になった素晴らしい作品なので、これを前の1を名前を汚さないようにするという、まずそういうとこから始まって、でそれは何のためかというとやっぱファンの皆様のためじゃないかと思って、で、今回は頑張って書きましたんですけども、単純にねストーリーがつながってるってこと自体が別に続編っていう意味ではないんですよね。そのもちろんそれは最初にその最初から1万2000年後の話にしようと思っていたので、そこはもうその全く迷いはなかったんだけれど、トップを狙うのは大事なところに関わってくるんだけれど、トップを狙いをいじらずにトップを狙い2を作るみたいなことをやろうと思うと、もうあそこしかないなっていう、1万2000年後のところでリンクさせる以外ないなと思って作ったんですね。その分その下手をすると台無しになってしまう、その前トップを狙い自体も台無しになってしまうというすごいこうプレッシャーを自分にかけながら、トップを狙いのためにもトップを狙い2はちゃんとやんなきゃダメだよっていうようなプレッシャーを自分にかけながらやっぱり作ってたっていう。